こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカブチョビット、バーを始めていきましょう。今回はサセバドックスですね。10位。でも久しぶりに練習試合やってみますか。練習試合やった後に佐世保戦やります。この仲間がすごい強いんだよな。課題が増えていきます。窓からいるんですね。お、ヒラリー先生だ。めっちゃ白くらしく来てないのかな。ごめん、これ練習試合ですからね。なんで主力は出していません。ただ勝ったらなんか勢いがつくみたいで。そうなったら公式戦に勢いがつきます。早いですね。どんどん課題が増えていきます。うまいな。さすがです。でも止めました。さあ、エリカ。エリカはトップと近い力がありますからね。反則。エリカ、コーナーキックチャンスです。ヒラリーが飛ばします。松原、キャッチ。さあ、ちょっと隊列が乱れている。試合終了です。勝ちましたね。このヒラリーの1点が決勝点になりました。
コドックスとも知らないです。これが合うと2周いきますね。セコドックスどんな能力持っているでしょうか。そんなに強くない。これは勝たなきゃいけないと。その前にいません。既存の選手頑張りましょう。さあ公式戦、スタメンはご覧の通り緑はもう2つですね。イエローカードもらっています。こちらの勝率は高いです。前回って負けてるんだったっけ、引き分けだったっけ。なんかここは勝ちが欲しい。浅いですね。日程にちょっと余裕が出てきた。これはいけない。負けはすぐに救われましたね。ファールを奪われました。ピンチ。さあキーパー立て直せるか。クリア。クリーマン強いな。あっ、ああ全部え、ファールなんだ。もうピンチが続きます。おっと、こういうのをやってくるんで、すごい怖い。やばられた、フリーマン。マツーダが、これもちょっと厳しい。まだ展開が続きます。ここだ。ちょっと弱いね。クルミがですね、アシストを徹してる感じですね。と思ったら、緑だったね。前半終了。疲れはミオがちょっと溜まってます。クラリスにチェンジしましょう。
ピンチ。コーナーキックです。おお、すごい夏木。夏木が頑張ってます。追加点が欲しい。おお、結構これに疲れてますね。集団交代します。今度はこちらが、あ、ピンチか。続きピンチ。ちょっと嫌な予感。クリーンアカイス。60分経過。おお。上を越えていったな。ちょっとずっとピンチですね。すいません、攻めていってほしいところ。緑。クラ、あーっと、お、何？決まりました。2点目。追加点、貴重な追加点。上がって、緑。クライスやったと思ったんですが、それも自殺点。ですね、オンゴール。ラッキーな2点目を拾いました。とゴール前にいないとラッキー拾えないですからね。よく守り抜いてますと言ってたらキーパーがすごいな、気にかかってるな。ちょっと疲れも溜まってきましたが、それは向こう相手も同じ。こんな感じで両チームとも疲れてますからね。なんかキーパーが神セーブですね、今回は。え、何？裏深いと出た、自分で出た。それが技ありしたか。スピーカーだ、ボールが。転びが生じたか。さあ、結構いや、ムードは嫌なムードです。さつき、自分で前に出る。ひらり、もうこれ打っちゃって構わないよ。ひらり、残念。しかしここで試合終了、2対1で勝利です。15分、いきなり先制、これが大きかったかな。かなりのエアポケットだったと思います。こういって本当に必要。こんなキックは危なかったですよね。このセーブを見せます。そしてこの23分、ナイス、決まったかと思ったんですよ。と思ったら松金が、相手の松金がオンゴール。前に出すクリアしようと思ったんですね。ダメセーブだが、キーパー出ていくのを裏を突かれました。最後はかなり好戦が続いて、ここで試合終了ということで、
勝つことはできましたね。シュートフォースは相手がすごい。最後の1点は残念でしたが、それ以外はカムキーパーの神セーブだったと言えます。みゆき怪我、これで4位浮上。勝ち点もまたリマチオ栄エルダード欧州筑波長間と比較して、筑波長間負けたんですね。2点差と縮まりました。優勝チャンスが再び出てきたということになります。8勝4敗3引き分けか。でも選手スカウトできなくなったんですね。ということで次は16節エルダルダード欧州戦。ちょっとやっぱり弱体化してますね、かつての強豪と比べて。一応キーパーのヤスバースは健在、宮田とかも強いですけど、全体的に C が目立つ能力となっております。でエルダード欧州は現在2位です。なのでしっかりここは勝っていって、上位争いで優位に立ちたいところですね。残留決定ですね。残留決定じゃないや、最下位は逃れるんだ。最下位になると自動降格になりますからね。はい、ということで大激戦の今年15節終わったところです。最大点数が29点と1試合平均2点切ってますからね。もう大激戦と言っていいと思います。その他我がクラーカリバーズは27点、首位とは2点差となります。ここからしっかり勝っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。カルチョビット今まで遊んだ記録プレイリストに残しております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログツイッターやっております。こちらは説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で